こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとこまです。オスオスということで家族がね増えましたということで、まあ、こんな感じでパペットマーペットさんみたいな感じでやっていこうというふうに思うんですけれども、今回なんですが、朝ごはんをですね今日ちょっと今から作ろうかなっていうふうに思ってまして、で今の時間がこちらですね、朝の9時34分ということで、まあ、よくね、あるじゃないですか、ミールプレップですか、食事を見せますよっていうやつで、まあ、そんな大層な食事ではないんですけれども、ちょっと今僕は、減量中でございまして、今年の10月に向けてです。一番美味しいっていうか楽しみな朝ごはんを皆さんにご紹介したいなというふうに思います。ということで、まあ、今回の朝ごはんで使うものをまず並べたいというふうに思います。はい、ということで、こちらが今回使う朝ごはんでございます。で、一個ずつちょっと軽く紹介するんですが、まず一つ目、こちら、オートミールですね。高梨さんの、美味しい無脂肪牛乳。で、あとはこちら、冷凍ブルーベリー。で、これは一応フルーツ枠で、バナナとか、マンゴーとか、まあ、使うときはあります。まあ、その日の気分によって買えますが、今日はブルーベリーですね。で、最後にこちら、プロテインです。プロテインオプチマムですね。で、これを、1.5 スプークープなんで、タンパク質で言うと 36g 分、使います。で、これを使って、スムージーを作りたいというふうに思います。で、これが今ね、牛乳 100ml とプロテイン 1.5 スープクープ入れたやつですね。で、まあ、こんな感じになります。で、まずは、これがまあ、スムージー作るシェイカーなんですけど、まあ、これをね、まずプロテインにしていきます。これをまずね、この中に入れていきます。まあ、こんな感じですね。こんな感じで入れたら、氷入れてから、このブルーベリーをね、投入します。投入します。なんかこんな感じです。ということで、ブルーベリーを入れました。重さで言うと大体 30g ぐらいです。中はね、まあ、こんな感じになってますね。で、これがシェーカーですね。まあ、これすごい便利で、まあ、値段もね、3000円ちょっとで、まあ、そこまで高くない。まあ、プロテイン1キロ分ぐらいなんで、非常におすすめです。で、ちょっとうちね、コードがないから。そしてですね、今度はこちらの器に、まあ、スムージーした後にできたの見せるんですが、このオートミールね、プレピアのオートミールを大体 30g ぐらい入れます。169になるまでね、この数字が入れます。で、この量りは本当は減量する方はですね、おすすめですね。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、オートミール入れました。で、まあ、こちらがね、出来上がったスムージーです。まあ、こんな感じで、まあ、ドロドロになってますね。で、これをはい、ということでね、完成いたしました。はとくまの朝ごはんでございます。ブレックファーストね。これがね、まあ一番、なんだろうな、デザート感覚っていうんですかね。ちょっと食べましょうか。まあ、オートミールなんで、まあオートミールなんで、まあこういう感じでちょっとグロいですけど、まあ混ぜます。はい、ということで、まあ今回はですね、まあ非常につまらない動画で申し訳ないんですが、私、はとくまの、まあ減量の朝ごはんをね、ちょっと紹介させていただきました。歯にめっちゃこれ挟まるの、ごめん。はい、ということで、まあ、ちょっと顔はね、モザイクかかってて、見づらいかもしれないんですけれども、まあ、今日はこんな感じで終わりたいというふうに思います。もしね、コメント欄に、ぜひ、皆さんの減量中の朝ごはん、まあ、もし、まあ、そうね、朝ごはんを、よかったらね、書いてください。ということでね、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また皆さんの次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャン!